倉掛山は、栃木県宇都宮市と日光市にまたがる山。標高は492.4メートル。北陸の倉掛峠には、宇都宮市新里町と日光市井の倉を結ぶ、新里街道の倉掛トンネルが通る。登山口は、南陸の倉掛林道沿いにある、倉掛神社付近である。倉掛峠の東部は、姿側の源流部で、新里町クリアには砂防を兼ねた。 クリ沢ダムがある。栃木百名山、大谷七名山に選定されている。倉掛山は栃木県宇都宮市北西郊外の新外町と、東日光市南部の井の倉にまたがる標高492.4メートルの低山である。東西に長い尾根を有し、その尾根上に主に3つのピークがある。最長部は長尾根のほぼ中央に位置し、 低い440メートルのピークは中央部よりやや西に、また最長部に次いで高い480メートル級のピークは長尾根の最西端にあり、この480メートル級ピークと440メートル級ピーク間は南北方向の短い尾根で結ばれている。小賀市山の北東、半倉山、羽黒山の南西に位置し、東山と半倉山、羽黒山間の安部は、 倉掛峠と呼ばれ、現在は新里街道のトンネル、倉掛トンネルが貫通する。東山は宇都宮市街中北部の高台からよく遠望されるほか、東南独の新里町明賀沢からは台形状の山陽を間近に見ることができる。なお、国道293号新里町付近を呼び、新里町から明賀沢に向かう道路沿い付近からは、 倉掛山の南東に立地する甘い山に隠されて見えない場所もある。付近は宇都宮県立自然公園の指定区域であり、自然が豊富である。昔トンボの生息地として保護されている宇都宮市福岡町の赤川ダム付近と並び、東山南麓部の沢や栗屋沢付近では、昔トンボの目撃例がある。この付近は、ひばり鳥や小菓さん、 および東山に囲まれた平地部であり、草むらにはアトリカの鳥類である河原日和等が生息し、周辺はこれらスズメ目の小型野鳥が群れをなして飛ぶ姿のほか、アオサギなどが田で餌をたくばむ姿なども見られる。登山道の起点は、宇都宮市福岡町、細野の天狗鳥屋再六部歩道分岐点であるが、ここから天狗鳥屋の西側の低山を越すと、新里町名ヶ沢であり、 ここで、新里町東本の国道293号交差点から分岐する路線の先端部にあたる、倉掛林道に合流し、倉掛山登山口である倉掛神社に到達する。この林道沿いには一の鳥居及び2の鳥居があり、倉掛山登山口の先には倉掛神社が祀られている。登山コースは奥の院をかすめるルートと尾根を登り、大岩を経るルートがあり、 いずれも足場が悪い旧坂のコースで、自然豊かな半面下草も半もし昆虫類も多い、ため、枯れた時期の登山が進められている。高木が茂るため山頂尾根からの眺めは、必ずしも良くはないが、大岩についてはほぼ360度の長母が可能である。登山の所要時間は、往路袋合わせて2時間程度である。山全体に木々が茂り、南面は主に紅葉樹。 北面は主に針葉樹となっている。東山は東西に伸びる長い尾根を特徴とし、南陸から見ると大形状の山葉をなす。この平坦な長い尾根は、小菓子山のノコギリの葉のような長い尾根とは対照的である。また東陸から見ると、東西に長い尾根には南北方向の厚みがなく、さらに倉掛山主帯部と、 倉掛山第二のピークである480メートル級ピークの間には南北方向に走る標高420メートル級の短い尾根があって安部となっているため南北方向に近接する二つのそそり立った岩山として望まれる馬の倉のような形をした山であることから倉掛山と呼ばれる登山道口は倉掛林道沿いにある現在栃木県が登山を周回する 登山道の整備を計画している。現在は、ハイキングコースとして整備された、登山道はなく、登山口にも登山者、ハイカー向けの専用駐車場などもない。倉掛神社から急坂を上り山頂部をいただく、平坦な尾根を通り大岩から尾根をへと下山する周回路があるが、経路上には、植林地を抜ける箇所や岩場を進む箇所などがあり、前線が明瞭な登山道となっているわけではない。 一方、分岐点など要所には愛好家などが設置した道標がある。尾根部の開けた地点からは、空気が澄んだ日には南に、富士山、筑波山、また北に、日光連山や、高原山などが望まれる。倉掛山は、宇都宮県立自然公園の指定地域内にあり、周辺には、小菓子山、宇都宮市森林公園、滝山、滝不動村、ひばり鳥屋、あま山、 栗リ沢ダム、ハンクラ山、ハグロ山などがある。倉掛山の登録部には宿泊施設を併設するイセレモカントリークラブのゴルフコースがある。倉掛峠は、倉掛山とハンクラ山、ハグロ山の安部にある峠の名称である。最長部標高は約380メートル。本峠を越える路線は、かつて山道をたどって安部を越えていたが、 現在はトンネルが開通している。峠の頂上には道祖神を祀る祠がある。倉掛トンネルは、倉掛峠を東西に貫通し、宇都宮市新里町と日光市井の倉を結ぶ道路トンネルである。1997年に開通した。延長は938メートルで、栃木県内のトンネルとしては5番目に長い。倉掛トンネルの開通によって、 峠越えしていた旧道は、廃道となった。日足トンネル延長2 7 6 5トル岡白トンネル延長1 7 8 2トルでん、小沢トンネル延長0 9 8 7トル目虫山トンネル延長0 9 6 7トル倉掛トンネル延長0 9 3 8ル倉掛。神社は、倉掛山南独にある、倉掛山を神体とする神社。 倉掛林道沿いには東神社の一の鳥居、二の鳥居がある。倉掛神社は登山道の東側にあり、その身体は倉掛山の自然物である雨季に現れる滝と山体にある洞窟であることから、登山が原始宗教内し自然崇拝の対象であったことがわかる。この岸壁に縦に割れた洞穴からは一本の木が伸び、その奥には石製造形物が祀られている。 このほか、登山道沿道の岩陰には、相対神がある。また、倉掛山の山頂尾根の西端部には倉掛神社の奥の宮があり、小さな祠に祀られており、本山が主限道の信仰対象であったことがわかる。滝山、栃木百名山、大谷七名山、宇都宮観光コンベンション協会、2021年5月15日閲覧、ありがとうございます。